この僕はよりしろなんだ。君たち世界のね、アルファが君たちを求めたように、この世界を僕を求めた。よりしろって、俺が消えたんだ。誰かが支えなきゃなんねえだろ。こうしているうちにも消滅現象が進んでいる。少しでも長く支えなきゃ。水がしょっぱいだなんてありえねえ。ダメだよラインさん。ちょっと待って、力任せに引くだけじゃ。誰かって、その時までって。今の魚大きかったもん。まあ、んだよ、そういうこと。なら今度はお前がやればいいだろ。リキ、力仕事やる。ダメだよ。食べるのだけが仕事だもん。犠牲になるなんてダメだ。けどよ、犠牲じゃない。今夜までに魚14匹釣って帰らないと神さんにすっごく恨むんじゃなかったっけ。大違いだ。そうだったの。ライン、ヤバいもん。お前たちがこの世界を変えてくれる。俺は別にヤバがねえけど。全ては元に戻る。できなかったらどうするの。私の命そんなに長くない。だったら誰かだ。誰かに思いを託せばいい。そうして進んできた。ここにいたんだ俺たちは。わずかだけど贈り物はできる。気持ちいい風。僕とレックスの命を君たちに託そう。そうすればみんなと同じ程度には生きられる。なすべき時間は稼げる。でも、おっと、勘違いするなよ。ちょっと休むだけさ。大丈夫だ。俺たちは。いや、その髪型意外と似合っているなってさ。そう？前みたいに伸ばそうと思ってるんだけど。先生、ねえ、どっちが好き？どっちも。ルール違反だぞ。何よ、二人とも。なんかすっごく適当なんですけど。堅苦しいこと言うなよ。ごめん。でも、あいつらだったら。いいよね。こういう喜んで協力してくれるはずだぜ。忘れてたよね、この感じ。確かに。どうなるのかな。まあ、その権利はあるか。この先。いいだろう。どうって見なかったことにするよ。きっといろんなことが待っているんじゃないかな。アルビース、いろんなこと。これから先どうなるかなんてわからないけど、だからこそいろんな想像ができるし、目指す目標もできると思うんだ。あとはそうね、君たち次第だ。そうだよね。僕たちがよりしろとなることで、Z はその力を増す。いや、アルビースがさ、オリジンに関することを覚えてる。おぼろな記憶となっていく。もちろん。それでもシルク、ここにある思いは、新しく生まれる世界はいつの日無限の広がりを見ている。そこには君たちだけじゃない、千の様々な生命が芽吹くだろう。だけど僕には見える。必ずその時は、その世界で全ての生命と共に手を取り、それが見える。未来に向けて歩んでいく姿が。託したぜ。僕さ、俺たちの未来か。会っていてると思うな。はるか時の彼方、この広い世界に生きる人たちと。私も会えるよね、きっと。うん、会えるさ。未来を目指して歩いていけば必ず。本当は見えていたんじゃないか、こうなることも。そしてこれからのことも。僕に見えるのは流れの道だけだよ。希望は続いている。それだけは確かさ。